ナイスボール。いや、お待たせしました。すみません。あのね、ちょっといろいろありまして、よかった。危なかった。私、バンされたのかと思ったよ。マジで。あのですね、いつもね、始めるときに、OBS っていうやつで、配信するよって、この配信をするよって選んでやるんだけど、なんかエラーが出て、なんかこの、なんて出たんだっけな、なんかね、難しいことを言ってくんのよ。理解できないような何かを。で、できませんみたいに出るからさ、私隠したのに、バンされたのって思っておりましたが、なんとか、OBS からは始められなかったんだけど、YouTube スタジオの方からはね、始めることができたので、なんとかなりました。よかった、危なかった。はい、ということで皆さん、ナイスボール。本日の私の部屋のポスターはですね、後藤淳二先生が書いてくれました、チュッパチャップスです。これね、チュッパチャップスを、お互いが加えているだけっていう、そういう絵になっております。絶対これ舌が絡み合っててよだれが垂れてんだよねって思ったら違ったようです。で、ちなみに3月31日もがさんが誕生日だった時、どうやら後藤淳二先生も誕生日だったようです。後藤淳二先生、お誕生日おめでとうございます。で、そんなお誕生日の中、この絵を描いてくださいました。これアップにしたらさ、絶対ダメでしょ。バン確定でしょ。もうそう、後藤淳二先生もお誕生日おめでとうございますなんですよ。いやー、そう、後藤淳二先生お誕生日おめでとうございます、ございました。いや、なんかさ、私、知り合いがね、3月末、27、28、29、30、31ってこの辺ね、ブワーって誕生日の人が多いの。なんでだろう。なんかね、そういう時なんだよね、きっと。生まれやすい。生まれがちな月っていうの？そんな感じなんだと思いますよ。ということで、本日のお天候タイムに行きたいと思います。なんかさ、久しぶりな感じしない？なんかしょっちゅう私配信してる気がするんだけど、なんかここで喋るの久しぶりっていう感じがしますが、お天候していきたいと思います。札幌のまことナイスボール、しげるっちナイスボール、たかさんナイスボール、たきなみさんナイスボール、フィリップさんナイスボール、しげるっち、チューニング早めにやるん。ありがとう。ナイスクビスパーやるよ。ありがとう。今日はね、1時間ぐらいの配信で、ごめんなさいな感じなんですが、明日、リハがあって、明後日本番で、ちょっとね、リハの準備と、あと、イベントの準備が全く終わってないっていう、恐ろしい状態ですので、ちょっとね、この夜中、1時から3時4時ぐらいまではね、イベント準備に時間を使いたいなと思いまして、申し訳ないんですが、1時間ぐらいで切り上げたいと思っております。で、フィリップさんナイスボードでしょ。高木さんナイスボード、竹並さんでしょ。あれ、 TK さんナイスボード、天音さんナイスボード、無断は何の無断？このイラスト、センシティブなイラスト、なんだろう、X、滝波さん、それ、チラッと滝波さん、みんな聞いてくれ、俺のイラストが海外で、天才って読むの、これ何て読むんだろう。されました。そうなの？滝波さん、なんてこった、有名人じゃん、でも。で、滝波さんの絵はさ、私に、権利があるから。また勝手に権利を主張するっていう。
天才で合ってる？私の滝波をなんてことしてくれたんだ。また強欲、権利の主張。ついついね、著作権はね、そうなの、すべて私にね、異常合ってるされております。まあそんなこんなで、滝波さん、それなんかさ、訴えられないのかね、私のイラスト。ちょっと滝波さん、それは私たちにとっていいことなのか悪いことなのか、まあ、私が世界中に回るのはいいことだけれども、微妙な感じだよね、これはね。ではでは、おティンコ続けたいと思います。半分嬉しくて半分複雑な気持ち、わかるわ。使ってもらえた嬉しさはあるけど、無断かよっていうね、ところはあるよね。そして、高木さんでしょ。早間さん、ナイスボート。おめんくるし師匠、ナイスボート。そら豆さん、ナイスボート。フィリップさん、滝波さんが描いたイラストが無断転載されていると知って、私も知らないところで描いたイラストが無断転載されていないか心配になりました。でもあるかもしんないよね、そういうことってさ、気づかないだけでさ、なんかそんな気がします。アジショーさん、ナイスボート。ボートって言っちゃった。マシモモラティさん、ナイスボート。人工呼吸ならセーフ説、もう完全に目開いてる、もう完全に生きてるけど、何のための人工呼吸かわからないけれども、そしてポイソンスラックスさん、ナイスボード。小麦さん、ナイスボード。モヨモンさん、ナイスボード。とうとう YouTube に消されたかもしれないで、私次回が不安。これ今日ね、早めに準備しておいたからなんとかできたけど、もしかしたらなんか問題あったのかな、何のエラーだったんだろう、ちょっとエラーが難しすぎた。笑うつきさん、ナイスボート。はるさん、ナイスボート。あとどこだ、マルフォイ師匠、ナイスボート。ひっそり待機ボート。後藤淳二先生、寝ないで、お誕生日おめでとうございましたったら、寝ないで、お誕生日おめでとうございます。源十郎さん、ナイスクビスパ、ありがとう。こんばんは。好きなイラストレーターは、岸田メル氏です。岸田さんの描く女の子たちは可愛いです。そうなんだ、教えてくださってありがとうございます。そうなのね、なるほどなるほど。いや、後藤淳二先生、お誕生日おめでとうございました。そして今どこまで行ったんだっけな。フィリップさん、ありがとう。いよいよ明日は中目黒にある楽屋さんにて、王子こと松本幸さんと、おしほこと河原木志保さん、そして島末幸子さんの3人、つまり松らぎ末の朗読ミュージカル春嵐プラスフィフスバースデーが開催。久しぶりに首 T こと首メーソン T シャツの出番、わーい、嬉しい。お待ちしておりまする。いや、もうさ、半袖で良くなっちゃったよね、フィリップさん。もう私、暑いもん。そんなこんなで、キュカさん、ナイスボート。小麦さん、ナイスボート言ったよね。どこまで行ったかな。小麦さんでしょ。さ、マルフォ一緒でしょ。赤月さんでしょ。赤月さん言ったっけ、ナイスボート。滝波さんでしょ。そら豆さんでしょ。ひでおさん、ナイスボート。なんなんさん、ナイスボート。ミンコスさん、ナイスボート。あとは、ひでおさんでしょ。TK さんでしょ。木桜 YD さん、ナイスボート。これで別ルートね。私たちのゆりルートでしょ。ゆりルートはぜひ欲しいところです。そしてファミリーコンポーチャーさん、ナイスボート。何味かな、チェリーです。間違いなくチェリーだと思います。ですよね、後藤淳二先生。もう寝ちゃったかもしれないけど、
そしてそして、あ、キヨーラさんナイスボート、ゆうたろうさんナイスボート、久しぶりのリアルタイムに私が来た。おしょうさんコンバトラー、コンバトラーナイスボート、久しぶりなんだ、ありがとう。そしてあれどこや、あれ覚え、あれ、あ、源十郎さんナイスボートでしょ、エンマコオロギさんナイスボート、あ、タルシスさんナイスボート、あ、呼ばれてない方言ってくださいね、なんか今ビュンって飛んだからね、また飛ばしちゃいそう。花さんナイスボート、眠いみーくんさんナイスボート、首を長くして配信待ちさんナイスボート、これはけしからんほどに良き絵です、本当です、本当これセンシティブだけど私大好き。しかもさ、私大好きなさ、あの顔を挟み込むやつ、これ私やってもらいたいのになんでやる番なのっていうやる方か。でもね、あの後藤淳二先生曰く世界の方が積極的だからこっちだって言うんですよね、え先生ね、そうなんだよね。でも私はやられたいのよ、どうしても顔を挟まれたい、両手で。で意外と桂さんの方がなんかこう究極の場面ではこう出てくるって思ってるので、桂さんが仕掛けてくるんじゃないかなと私は思っています。あ、りょうさんナイスボード、あれフィリップさんでしょ、メガニスキーさんナイスクビスパー、ありがとうございます。あれ、あとポイサンスラックさんでしょ、あれ呼ばれてない方言ってくださいね、言ってくださいね、花さんでしょ、あれもう大丈夫ですか、呼ばれてない方、あ、ユウさんナイスボード、あ、ちょっと待って、シゲルッチでしょ、ナイスクビスパにハートを押していくのを忘れている、え、源十郎さんナイスクビスパでしょ、あ、ユウさんナイスボード、ジョイさんナイスボード、あれりょうさん言ったっけ、りょうさんナイスボード、こんばんは、いつもは寝てる時間なので久々に遊びに来れました、寝落ちしてたら目覚めました、ナイスボード、あ、よかった起きてくれて、あれ呼ばれてない人、あ、出店妖精さんナイスボード、あ、漢字のゆうさんもナイスボード、あ、遊び人のゆうさんね、あ、ひでたかくんナイスボード、このセクシーな絵は後藤淳二先生が描いてくれました、ストロングゼロが回ってるのでやっぱり寝ます、あ、そうなんだ、おやすみなさい淳ちゃん、おやすみ、またね、 あとね、後藤淳二先生が実はあのミラのコスプレをした世界も描いてくれたので、これはまた松木丸の稽古が盛り上がってきた頃にご紹介したいと思います。はい、ということで、呼ばれてない方大丈夫ですか、言ってくださいね、あれ大丈夫かな、チュカさんナイスボートでしょ、指定妖精さんでしょ、はい、ゆうたろうさんでしょ、アニメのセルガ感いいですね、羨ましき、そこ変われ世界確かに、でも、あ、しげるっち、ナイスクビスパありがとう、久しぶり、なんかすっごい久しぶりな気がする、僕っ子で自信がない話し方でチューニング、ちょっと難しいなこれ、僕っ子で自信がない、僕っ子みんな今日も僕の配信に来てくれてありがとう、今日はそのゲームじゃなくて雑談をするよ、みんなはゲームの方が良かったかな、でも今日は後藤淳二先生のこのイラストの話題のことも話ができるからしっかりしなきゃ、
こんな恥ずかしいイラストのことをどう話せばいいの？今日は馬娘のシュバルグランのセリフの感じで入れてみました。ナイス首スパありがとう。しげるっちナイス首スパありがとう。はい、ということで馬娘久しぶり。あ、カンナギさんナイスポーと久しぶりいらっしゃい。最近は毎日残業は必要です。毎日8時以降家に帰ります。今超疲れた。ポイソンスラックスさん大丈夫？お疲れ様ありがとう。あ、ダイケースさんナイスポーツいらっしゃい。九州からただいま帰りました。ナイスポーツ。なんだこのイラストは。いや、これだから後藤淳二先生が描いてくれたの。チュッパチャップスです。これチュッパチャップスを何ミカドゲーム、ポッキーゲームみたいな状態になっております。タルシスさんナイスボッチャンネル登録しました。ありがとう。こういう番組に来るのは初めてなので勉強させていただきます。あ、これ勉強になるかな、勉強になるかな、もしかしたらならないかもしれないけど、ゆっくりしていってね。エクスさんナイスボーっていらっしゃい。あ、ただいまおてんこタイムです。みんなのおてんこを端から取っております。ビコーヒーさんナイスボーっていらっしゃい。ジョエグエバラさんナイスボーチュッパチャップスよ。ゆっくりしていってね。あ、ゆっくりしていってねって言ってるんだけど、今日は1時間で終わりますから、すみませんね、私準備がありまして。そしてね、顎のニキビがね4つもできて本当に困っています。多分ね栄養失調です。なぎささんナイスボートいらっしゃい。プッチョグミの CM で口写しが炎上したことあったの。そうなんだっけ。そんなの覚えてない。あ、そう、初見さんにお茶どうぞ。初見さんいらしてくださっています。タルシスさんありがとうございます。この番組は初見さんに優しい番組になっております。みんなが初見さんが来ると喜んでお茶を出します。はい、イクスハルハイドさん、イクスハイドさんナイスボード。はじめまして。数年前知り合いにスクールデイズ12話を見せられたものです。見せられたものですか。どうでしたか、見てみて。それはそれは衝撃的なエンディングをお届けできたかと思います。フィリップさんありがとう。初見さん向けアナウンス1、この配信は西園寺世界 1% 中の人推し法 99% でお送りしています。チューニングというコメントとともに世界に行ってほしいセリフ例チューニング、スクールデイズの西園寺世界です。首仲間のみんな、今回も配信に遊びに来てくれてありがとうね。初見の人は初めましてなどを書いてコメントすると 1% の西園寺世界を取り戻します。チューニングをしない場合は 100% 推し法です。トメさんナイスボートいらっしゃい。消防団の練習終わりにお酒飲みながら久しぶりに配信見てます。スクイズ見てる当時は高校生だったのに、もう30代のおっさんですよ。いや、そうなのよ、みんなそうだから安心して。あ、いろいろな趣味さんナイスボート。チンチラシルバーさんナイスボート。いらっしゃい。あ、今日みんな遊びに来てくれてありがとう。みんな来てくれて大変嬉しいのですが、今日はですね、ちょっと早めに終わってしまいます。ごめんね。あ、114人の方が来てくれてる。嬉しい。やったー。みんなありがとう。やっぱ後藤淳二先生の絵、みんな大好きだよね。このセンシティブな絵。もう後藤淳二先生も誕生日を迎えたことですし、皆さん、あと私ライブも近いことですし、私の誕生日も近いことですし、いろいろあって今日は1時間で終わりますが、フィリップさん初見さん向けアナウンス2ありがとうございます。ここの配信でのファンネームは首仲間と言います。首仲間は首式会社首イメイソンのメンバーでもあります。そんな首式会社首イメイソンの現時点での仕事内容は、この配信でコメントをしたりゲーム配信やアンケートに参加することです。そんな首イメイソンのグッズがあって、
ライブやイベントで着ていくと割と目立つ黒くてかっこいいデザインの T シャツとマグカップキーホルダーがあるよ。みんなよろしくね。いや、ほんとかっこいいからぜひよろしくお願いいたします。君のアワビを一口くれないかさんもナイスボーテ、いらっしゃい。ミンゴスさん、はじめまして。おねだり、どういうこと？何のおねだり？ですね、そんなこんなでさ、朝早いのでそろそろ失礼します。葉山さん、おやすみ。最近植木の法則を見返していたらおしほさんが出演されていて驚きました。そうなの、私バローエシャロットっていう男の子をやっています。多分ちゃんと男の子をやってるのがこれが最初で最後、ちょっとしたやつはねやってるんだけど、なんかねやってるのよね。はるさん知らなかった？いや、ちゃんと男の子、レアです。中学生ぐらいかな、バローエシャロットっていう男の子やってます。何を何に変えるんだっけ。なんかね、一個前の手かなんかを出すんだよね。なんだっけ な何を何するかよくわかんないけど、なんか黒金とかちょっと違うな。あ、過去を現実に、あ、そっかそっか、過去を現実に、そうそう、だから合ってるよね。一個前かなんかの手をもう一回出すみたいな、そういうやつです。男の子、普通に男の子だって。男子よ、男子。あ、植木の法則に出演されていたの知らなかった。知らないでしょう。でもね、私たまにパパ友とかにね言われてびっくりします。あ、知ってるんだと思って。そんなこんなで、ここで会長ペンちゃん、ゾンビちゃんいるかな。え、こないだね、ペンちゃんにもらったお菓子をまだ紹介できていないから、ペンちゃんいたら紹介したいなと思っております。会長ペンちゃん、ゾンビちゃんいるかな。あ、ペンちゃんいた、ペンちゃんいた、よかった。ペンちゃん、こないだお菓子ありがとうございました。ペンちゃんからいただいたお菓子を紹介します。あ、会長、後藤淳二先生ハッピーバースデーからのナイスボー、ありがとう。ですね、ペンちゃんにもらったお菓子、じゃん、こちら見てくださいよ。このセンシティブ要素満載の、まずね、左からむくむく生グミむぎゅーっとです。よく見つけてくるのよ。もうね、むく生グミ、むくとかある？見たことないですよ。そしてね、こちら、隣のね、塩キャラメル甘栗です。むく甘栗です。そしてね、チュッパチャップス、私の分も会長の分もゾンビちゃんの分もあります。普通サイズの左側にあるのが普通サイズのチェリー味のチュッパチャップス、そしてね、特大サイズのチュッパチャップス。ちょっと今度ね、言い方がエロいだけな気がする。そんなことないよ。むく生グミ、ほら、塩キャラメル甘栗。よい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 よ、むくむく、むくよ、むくってさどうなのよっていうね。そしてね、しかもね、そうそうそう、巨峰でしょ、むく巨峰。巨峰といえばさ、王子昔ね、ウェンディーズだったかな、どっかのお店で巨峰ソフトを巨乳ソフトくださいって言ってたよ。ほんとマジで、恵比寿、忘れもしない恵比寿、巨乳ソフトくださいって言ってた。聞いたことあるでしょ。言ったのよ。多分ね、王子ね、巨峰よりも巨乳の方が言い慣れてんの。
よくあるじゃん。欲しいです。何、巨乳、巨乳ソフト。おしもそれなりにやらかすよ。聞いたことあるでしょ、ゆうさんも聞いたことあるでしょ。だってあれさ、ほら小学校で先生のことをお母さんって言っちゃったりさ、あのさ、よく言ってる言葉を言っちゃうのよ。王子はね、多分ね、巨峰より巨乳の方がね、よく言ってるんだと思うよ。君のアワビを一口くれないか、剥いちゃいました。ナイス首スパ、ありがとう、ありがとうございます。ナイス首スパ、なんという発言をだよ。ほんと巨乳ソフトくださいって、くださいって言われてもさ、レジのお姉さんもさ、そう、え、私のって多分思ってたと思うな。その場に、あ、王子のカメラ、よし、今ね王子のやらかしを言ってるけど、私のやらかしの話もちゃんとします。トメさん、ナイスボート、いらっしゃい。花丸マーケットでヤックンが巨峰と間違えて巨乳って言い間違えていたのを思い出した。ヤックンもそうよ、絶対巨乳の方が言い慣れてんのよ。でも私もそう、巨峰より巨乳の方がしっくりくるもん。巨峰って言った時に巨峰の方がなんかやらしいような気がしちゃう。エンマコオロギさん、え、私をお持ち帰り、巨乳、巨乳をお持ち帰りっていうね、ことはありますよ。いや、王子は巨峰と巨乳を言い間違えるし、シャンメリーをぶちまけちゃうしで、そうなの。巨峰はやらしくないです。え、嘘、天音さん、でもちょっと聞いて、巨峰なんかやらしくない？巨峰だよ。なんかやらしい気がする。巨乳はあげられる人少ないな。そうなの、私は巨峰、あ、そっちね、大砲の方のね、巨峰ね、言い方の問題か。天音さん、唇の形がやらしい。唇、私の唇、巨峰。唇は伝わらない、ダメかも。あ、ゆっくりね、ゆっくりかな、巨峰。ちょっとマイク吹いたみたい。ちょっとマイク吹いちゃったけど、X さん、私のは巨峰です。そうなの、本当、見せてじゃん、みんなの巨峰を見せて。ボルクスさん、ナイスボート、いらっしゃい。初手セクシー巨峰でびっくり。あのね、ついついやらかすの、マイクが吹くの、ちょっと近すぎた、マイクに近すぎたの。今日、ほう、ちょっとマイクから外しました。芯を外せばね。あ、ゆきさん、ナイスボート、ゆきさん、もうすぐ会えるね、ナイスボート。いやー、いやらしい、いや、やらかしほと、いやらしほと、いろいろいますが、皆さん、ここで、あ、そうそう、そしてさ、あの、今、巨峰とか巨乳とかで、ちょっと忘れていたけど、この右端のやつよ、ペンちゃんからいただきました、日本の名刀、乳刀。これもこれだ、日本の名刀、乳刀、いただきました。だからさ、あのペンちゃんさ、お店で何探してるのよ。乳上がり、え、黙ってないぞ、どういうこと、ナイスクビスパ、マルフォイ師匠、ナイスクビスパ、どういうこと、入場が黙ってないぞ、入ん、どういうこと、秋田の名刀じゃないですか。そうなの、秋田の名刀、乳刀、
です。あ、父上。父上ね。父上が。父上が黙ってないぞか。なるほど。ペンちゃんも本当に見つけちゃうとね、買ってきてくれるから。ありがとう。いつもね、私のネタのために。あ、そう、しかもこれをくれた時にね、あの、首仲間が喜びそうなの見つけてきましたって言ってくれたよ、ペンちゃん。お、ナイスお仕事。ついつい探しちゃうんです。もうさ、ペンちゃんも首仲間としての仕事は、あの、センシティブな商品を探すことっていう。首仲間が喜ぶセンシティブな商品を探すことっていうのが今、仕事になっておりますので。喜びません、絶対喜んでんじゃん、小麦っち絶対喜んでる、はい、ということで、さすがペンちゃんです、ありがとうございました。ペンちゃんからのいただき物でした、ありがとう。そしてですね、なんと私やらかし、やらかし法、やらかし法を起こしましたので、そちらのご報告をしたいと思います。あ、ペンちゃん、5月に初期を退任したらセンシティブ探しの担当になります。やった、決まった。ありがとうペンちゃん。もうね、こっちが本職になるんだね。会長もあの本職がこちらになります。 M 会長みたいな。M 会長になります。しほちゃんセンシティブ。え、私センシティブじゃないでしょ。私割とね、大丈夫。センシティブはない、ではないけど、やらかしほではあります。この間というか、いつだ ?4 月、あ、じゃ4月2日か。あの、まつらぎ丸の稽古が始まりまして、朝9時から王子と2人でね、あの、2人のシーンの特訓をしました。皆さん、私たちのシーンの特訓ということは、皆さんが見てない中で私は王子に抱かれ放題でございます。イエーイ。そしてこの抱かれ放題の中、ですね、あの映像をね、動画を撮りながら練習してるわけですよ。で、机を並べてね、あの藤丸さんとかお嬢さんが座る正面の、何ていうの、こうステージの真正面に当たるところにテーブルを置いて、そこにビデオカメラを2つセットして、王子のカメラと私のスマホと、あと王子のスピーカーをねセットして練習してたので、その時はね、ちょうど映像の確認してたのかな、わかんないんだけど、そのカメラの裏側に私が回っていて、で、ちょっと M19 を練習しようとかって言って、で、ビデオを多分スタートボタンを押して、私が台本を取りに行こうとステージ側に回った時に、私ね、輪っかのドレスを着てるんですよ、衣装で。で、輪っかのドレスを着てるので、輪っかをね、稽古中から履いとかないと、みんなね、私が邪魔で距離感がつかめないので、ちゃんと輪っかを履いて練習してるんだけど、その輪っかがさ、こう、なんていうの、ワイヤーが入ってるの、スカートの中に。で、こうポーンって広がるドレス、輪っかのドレスってわかる？あのマリー・アントワネットとかさ、そういう感じでこうポーンって広がるドレスで、こう、なんだろう、ワイヤーパニエ、そう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 、間にね、わかんない、わかってるな、ゆうたろう、あのワイヤーが入ってて、そこのワイヤーがテーブルの端っこにね、キュッて引っかかったので、引っかかって、私がパッて出ようと思ったら引っかかって、そのままテーブルをブワッてずらしちゃって、そのまま王子のカメラがガーンって落ちて、ガンエンってレンズが外れました。その状態こちら、はい。これです。そして、あー、やっちゃったっていう私です、これ。もうね、
あ、これこの私が履いてる白いスカートが輪っかです。そう、X で言っていたやつです。で、しかもね、これを倒した後、あー大変と思って拾いに行こうと思ったら、また私ぶつかって、今度は王子のスピーカーが落ちたの。なのにこの横にある私のスマホは微動だにしてないっていう。これ私顔を隠して笑ってそう？ちょっと笑ってるかもしれない。っていうかこのさ、私のやっちゃったっていう写真を撮ってるの王子だからね。この私を撮ってる王子は笑っていました。もう笑うしかないって言って、このビデオカメラを見てさ、あーうわーとか言いながら笑っていましたよ。そしてその後、寛容です。本当。でもね、あの皆様から X でいろいろとご指摘いただきまして、こんな私のために、TK さんが猫ミームを作ってくださったので、そちらもご紹介したいと思います。はい、こちらです。新たなネーミングが図鑑に記録されます。この顔よ。猫ミーム。ということで TK さんによる猫ミームでございました。ありがとうございます。いやもう完全なるやらかし法作ってくれました。これ見るとおしほさん全く反省してない気がする。これ私が作ったわけじゃないから、 TK さんの中の私のイメージだからね。あ、ニーキューさんナイスボートいらっしゃい。いや、まつらぎで猫ミーム作るの天才だ TK さん。ほんとほんとありがとうございます。そう、私ちょっと猫ミームね、 TK さんに教えてもらっていろいろ見たんだけど、自分では全く作れそうにないので作っていただけてよかったです。ありがとうございます。 TK さんによるまつらぎ猫ミームでございました。ゆずりさんナイスボートいらっしゃい。寝る前におやすの高評価しとく。ありがとう。配信頑張ります。ありがとう。でもね、私今日は1時には寝るって言ってるんだよね、しげるっち。もうすぐ寝る予定です。え、V ゾウスさん、ナイスボートいらっしゃい。そしてね、そんなわけで、私のやらかし穂がさ、こんな状態で、王子のカメラが壊れてしまいました。で、これね、なんか意外とね、使えてはいるんだけど、これを、なんていうの、このレンズの部分がガインって外れちゃってるから、動画を撮影すると、このフレームがね、ちょっと端っこがね、出てしまうっていう、そんな状態になっております。で、もうね、これはね、もう私のせいですので、ビデオカメラを、新しいのを購入して、王子に、プレゼントしたいと思っております。で、私が今使っているカメラがですね、こちら、じゃん。ですね、ソニーの、なんて言うんだっけな、ちょっと調べよう。ソニーの、これが、じゃん。ソニーデジタル HD ビデオカメラレコーダー HDRCX680 っていう商品になります。そう。なので、
そうそう、CX680 で、私これ同じの、あ、これを使ってるので、もうね、こうなったら全くお揃いをプレゼントしようかなと思っております。あ、びっくりだった、このやらかし法、こちらびっくりですよ。 G レンズ採用されて良さそうなビデオカメラ、そうなの、これ結構ねよくって、私普段使ってるんだけど、コシホが持ってすっごいブレブレで撮影しても結構ちゃんと撮れていたりするので、でね、大きさはねちょっと大きいんだけど、王子の持ってるこのビデオカメラとサイズはだいたい一緒ぐらいで、同じぐらいのサイズで、でもね、持った感じちょっと軽いんですよ。なのでね、で、他のカメラもいいのあるんだけど、王子が MP4 で残したいんだって。で、その方がなんかこう、共有しやすいから MP4 がいいなって言ってて、で、ソニーのビデオカメラって、MP4 じゃない形式で残しつつ、MP4 でも保存するって、2種類保存するっていうことができるようなので、で、私のね、このカメラでも MP4 で保存することができたので、これをもう同じの買って、もうお揃いで使ってやろうと思っています。あ、そうそう、編集楽なの。なんかね、モブとか、AV なんとかかんとかとかで撮ったやつで、パソコンに入れた時にね、なんか表示されなかったり編集できなかったりして、一回こう変換してから編集しなきゃいけないこととかもあって、今私一番困ってるのが iPhone で撮影した写真がパソコンに入れて編集できないっていうのが一番困っています。AV なんとかかんとかあるじゃん、AVH なんとかかんとかみたいな。そういうやつ。そう、拡張子。まあそんなわけで、ソニーのやつは MP4 で撮れるっぽい。iPhone ってね、ね、動画は大丈夫なんだけど、写真が HEIC。なんかちょっと違うな。なんかそんな感じのやつでね、全然、あ、HELIC か。惜しい。なんとなく使ってるやつは一緒だったのに。そう、フォトショップも、多分ね、Mac のフォトショップだと大丈夫なんだけど、私のフォトショップはエレメンツなので、JPEG とかにしないと使えなくてね、困っております。困ってんですよ。まあ、そんなこんなで、王子とね、私、実はね、パソコンも、今使ってるパソコンも、ほぼ同じものを使っていて、Windows の方。王子はね、基本は Mac 使ってるんだけど、Windows のやつも使ってて、それがほとんど私のと同じ機種で、あと、マイクも同じやつ持ってて、あと、外でね、ロケするときに使うマイクもお揃いで、あと、なんだっけ、こういうやつ。ヘッドセットもお揃いだし、まあ、いろいろお揃いを持ってるのです。なので、ビデオカメラもお揃いにしちゃおうと思っています。はい。まあ、そんなこんなでね、そう、お揃いがいっぱいなの。で、買い渋っていたんだけど、今日ね、楽天で、お買い物マラソンも始まったし、5日になって、0と5のつく日でポイントもつくので、今まさにポチってこよう。ちょっと待って、このね、みんなと配信している時に、まず、毎月5と0のつく日のポイント4倍にエントリーします、しました。で、お買い物マラソンもエントリーします。はい、エントリーします。で、リピート&リピート購入でポイント2倍もエントリーしました。よし、これで私は、ソニーデジタルビデオカメラ。あ、これ王子の家に送ればいいのか。
あ、でもいいか、うちに送って、うちに送ってからどうぞってすればラッピングしてねなんかちょっと偉そうにラッピングしたりして。よし、では皆様、私、なんだって、毎月、あ、開封の配信。でも私が開封したらさ、だ、中古じゃんそれ、配信時間ないのに。そうそう、じゃあこれで私ポチッとしますよ。はい、ご購入手続きに入ります。えい、買った。あれ、え、明日届いちゃうの、すごくない、土曜日に届く。あ、土曜日か、惜しいな。あ、ちょっと待って、日時指定、いつにしよう。あ、ちょっと待って、日時指定できんのかな、お届け時間のみ。え、そんな困る。じゃあいいや、土曜日にしよう。これにしよう。決定。決定しました。よーし。あ、注文確定。えい。はい。注文確定いたしました。王子と一緒に開封の儀。え、せいでわさ、私ところ、あ、それ間に合わないの。なぜなら、あの、6日に届くみたい。明日。もう今日5日だからさ、6日に届くから、末では渡せない。でももしかしたら、7日の稽古には間に合うかもしれない。そう。なので、そんなこんなで注文しましたので、皆さんご安心ください。王子のこのカメラは、なんとか、私とお揃いになって復活するので、あ、お揃いでね、2人でお揃いのビデオを持って、ビデオカメラを持っている姿を写真に撮って送りたいと思います。はい、そんなこんなで今54分です。まもなく1時になりますので、そろそろ今日の配信は終わりにしたいと思います。もう本日ですね、4月5日となっております。まもなく4月6日はですね、まつらぎ末のライブがございます。じゃん、こちら。皆様、予約してくださった方々ありがとうございます。あ、大輝さん、ナイス首スパありがとう。久しぶりの首スパ、そろそろお休むので、2つ報告したいことが、新居の家、一部木彫りのリフォームが完了し、引っ越し始めました。あ、よかった。それでこの頃めちゃくちゃ忙しく過ごしておりました。あと、なんだかんだあって、髪伸びてポニテになりました。私は男。嘘。大ケースさん、ポニテ？私もしょっちゅうポニテだよ。お揃いだね。ナイスクビスパー、ありがとう。はい、そんなこんなで。そんなこんなでですね、まつらぎ末のライブが4月6日にあります。いらしてくださる皆様、会場でお待ちしております。中目黒になっておりますので、お間違えなきように。で、物販の方も用意しています。今ね、準備しています。これからね、袋詰めしたりしちゃいます。この春嵐に行く方どれぐらいいますか？私は行きますぜ。あ、春嵐行くよっていう方、ぜひここで名乗り出てください。あ、ゆきさんありがとう。明日なの、早いね。あ、フィリップさん。フィリップさん来てくださいます。ゆきさん来てくださいます。途中退出する可能性が、小麦さんそうなの？マジか。あと4分。そうなんです。あと4分です。お風呂入っちゃうの、ゆうさん。遊び人のゆうさん、もう終わっちゃうけど、配信。なるほど。まあ、そんなこんなでですね。あの、首ティーとかね。まつらぎ、マルティーとかを着てきてくださると、いいかなと思います。グッズのね、梱包は、おしほさんですか？あ、ものによります。
もともと梱包されてるものもあるし、されてないものはしてみたりします。そう。なので、あ、それで何時間やるのか。公演はですね、約2時間になっております。2部構成になっておりまして、一部の方がね、1時間ちょっとぐらいかな。1時間ちょっとぐらいあって、15分ぐらいの休憩がありまして、もうちょい、ライブがあります。2時間ないかなぐらいかな。なんか会場の都合で、絶対何時には出てくださいみたいなのがありまして、なので、ちょっとね、巻き巻きになってしまうかもしれませんが、入り口付近、出口のあたりで、物販コーナーを設けておりますので、帰り際に寄っていっていただけるといいかなと思います。あとね、アンケート、スマホで回答できるアンケートとかも用意してますし、向こうで、まつらぎ丸のチラシも、皆さんの分、ご用意しておりますので、チラシがね、結局本当のチラシって、当日来る方しか見れないんですけど、今回、まつらぎ末でチラシをお配りいたしますので、ぜひ、あ、ギリいられる感じ。あ、よかった。じゃあ、小麦さんもしかしたら最後の送り出しでお会いできないかもしれませんが、探します。こないだも私見つけたからな。あれ、小麦さんいる。あれ、いなくなったっていうのを見つけたから、今回も見つけたいと思います。はい。そんなこんなで、皆さん、ぜひ、もうね、なんかね、席が、もうないかもしれないですが、もしかしたら、当日券、2、3枚ぐらいは出るかもしれませんので、もし万が一、時間できたっていう方は、会場にいらしていただけると嬉しいです。探さないでください。探しちゃう。さ、そろそろ終わりますよ。そしてまたね、まつらぎ末が終わると、まつらぎ丸の方もありますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ではでは、0時59分になりましたので、そろそろお別れしたいと思います。あ、あまねさんありがとうね。東京遠征4月と5月辛いよね。確かに。ありがとうございます。いらっしゃる方は、明日お会いしましょうね。あ、絶対帰り際、声かけてくださいね。そしてこの、首ネームを名乗ってくださいね。はじめましての方もいらっしゃると思うので。で、首 T を着ている方々は、声を掛け合って、ぜひ友達になって帰っていただけると嬉しいです。それでは皆さん、またお会いしましょう。6日の夜中もやります。反省会やりますので、その時またお会いしましょう。グッナイスボート。バイバーイ。はい、皆さん、本日の配信もありがとうございました。ペンちゃんも会長もありがとう。そして、もう寝てしまった後藤俊二先生もありがとうございます。反省会ですが、あ、TK さん、猫ミーもありがとうね。ありがとうございました。アンさん、ナイスボードいらっしゃい。ですね、反省会も1時間の予定です。なぜなら、翌日7日の9時から稽古なの。9時に稽古場に行くってことは、私、7時半に家を出ないと間に合わないのよ。ってことは、6時起き。ってことはよ、2時まで配信して、そっから寝て、で、あ、2時配信終わってから、1時間ぐらい練習して寝るでしょう。3時でしょう。4、5、6、3時間しか寝れないとやっぱやばいの。もうね、すでに私寝不足と栄養失調で、私今日さ、朝ご飯は
野菜たっぷりのミートソースのパスタを食べたの。お昼ソイラテ、夜マグロのお刺身一切れと、あとブルダック二口とアーモンドしか食べてないってことにさっき気づきまして、もう眠いんだけどなんか食べようかなって思ってます。そう、マグロ、あ、中トロね、あの一切れしか残ってなかったの。みんな食べちゃうもんだから、ちょっと私も心配なのよ。ちょっと心配でしょ。で、あ、キューピーコアゴールドとチョコラ BB と、あと速攻元気と野菜ジュース、なんかその辺でね、なんとか乗り切ろうとしてるので。そう、顎のニキビが4つで、今また左側にすっごい痛いのができちゃったので、ちょっと栄養をとってから、あと準備をしてから寝たいと思います。ではでは、もうみんなも寝ようね。じゃあまたね。グッナイスボーイ、バイバーイ。